土曜日に、3時から、ぶどうの家ができましたね。すぐそこですね。私万歩計を携帯持ってますから、歩いたら700歩、時間で 4、5分、近いところです。車椅子押してもいいと思います。ぶどうの家で、勉強会がありました。鹿児島の方からですね、黒岩さんという方を呼んで、お話を聞いたんですけども、私の座席マップですかね。近所の方も来てました。近所の方向けに、チラシを配って、集まっていただいたと。でこの小規模多機能型居宅介護なんとかなんとかいうのがね、なかなかサービスとして、馴染みがないと。マビにはですね、老健があって、特養があって、グループホームが3つあって、デイサービスがあって、それからひまわり有料老人ホームがあって、で新しい種類の、介護保険の中のサービスがマビに初めて進出したということで、去年の今頃はですね、去年の7月頃ですかね、土地を探してまして、どっかないですかということで、私にも相談がありまして、で結果的に非常にいい土地が見つかったなと思ってます。で、後で言いますけども、倉敷市の中でも真備町はですね、町づくり地域づくり非常に活発であると。でその中で特に八田地区というのは町づくり非常に活発に動いてますので、そういう方々と一緒に、こういう介護保険の中のサービスをですね、作っていくというのもとてもこれからの時代大切なことになってきます。で、皆さんもまた見学会があると思うんで行ってみられたらいいんですけどね。普通の、小規模多機能ホームっていろいろあるんですけど、普通の作りじゃないんですね。で、一番驚くのはですね、外から入ってスロープがあるから、これは中も、フローリングでバリアフリーになってるかなと思ったら、廊下は 板の間ですけども、あと両側に畳の間がダーッとあります。6人ぐらい泊まれるんかな、6人か9人だ。畳の間を襖で仕切って、昔の日本のお屋敷のような形で、あえてですね、畳の生活、和式の生活を、小規模多機能ホームでもやっていただくというふうなですね、そういう考えでやってるんですね。でこれはいい面もあれば悪い面もある。で小規模多機能とかいわゆる小規模をとても強調する人はですね、小規模のメリットはたくさん言うんですけども、小規模のデメリットをですね、言わないという特徴があります。で私は小規模にもデメリットがあるんだよということはもう常にあちこちで言ってまして、例えばこの環境設定一つとってもね、じゃあ車椅子で徘徊する人、非常に空間が多様性があっていろんなところへ行っていろんな景色眺めたりとかね、いろんな人と言葉を交わしたりという広い空間の中で車椅子で徘徊する人は、あそこは使えないなという、和式の生活を設定することによって、切り捨てられる部分っていうのは必ず出てきますね。私どもはこういう洋式のですね、車椅子中心のバリアフリーの施設ですけども、でここでいい面もあれば、逆にですね、車椅子で徘徊する人っていうのは家で畳の上で張ったりいざったりするっていうことは、そういう機能は使わないから低下してできなくなるということになると、和式の生活で在宅復帰するリハビリテーションっていうのは、非常にそういうとこ気をつけないとできないと。家じゃ車椅子使えませんよということになります。そういうことで、あえて和式にこだわってるんだと思いますけども、でこの黒岩さんのですねスライドの中で、とても小規模の目指しているもの、小規模の強みだというふうに主張しているものがですね、特徴的に現れているスライドがあります。これはどういうことかというとですね、小規模多機能っていうのは地域での生活をですね、地域での暮らしをそのまま、重視してですね、この地域でのつながりを断ち切らない、地域の中で
地域住民も巻き込んで、サービスを提供するんだということです。でところがこれまでの従来型のサービスというのはですね、例えば福祉施設に行ったんだから安心だわと、もう専門家が関わってくれるからもう大丈夫だねと、いわゆる専門家にお任せと、お任せということで、地域から離れてしまう。一方本人の側は家族に心配かけたくないからとかね、もう自分では何もできないから、頼み友達が減って地域から切り離された施設、山の中、ウバステ山施設、大規模施設に入ってしまうとか、あるいはそこへ通っているという形でですね、断ち切られるよと、で食器多機能はこれではないんですよということをまあ主張するわけですね。地域での暮らしを大切にしてネットワークをつなぐ、生かす、作る、そのために地域と事業所をつなぐ運営推進会議があるんだと、まあ、多分地域評価支援センターとかも運営会議に入るでしょうし、私ども障害を持った方々の自立支援活動をやってるマインドっていうグループがありますので、まあ、そういう方々が呼びかけて、高齢者分野に関わらずいろんな分野で、福祉の支援をしている方々のつながりを作っていこうという動きがありますので、そういう拠点にはなると思うんですけどね、これはどうですかねと、私どもはですね、常にそれ考えないと、自戒しないといけない、自分自身反省しないといけないと思いますね。入所するっていうことは一旦地域から切り離されてしまうということですから、そういうリスクは負ってます。ただ常に、その人が過ごしてきた、周りの近所付き合いとか、ご家族はもちろんですけど近隣の方、その人が持ってた役割とか、市民の仲間とか、民生委員さんとのつながりが、入所してまた退所するわけですからね、その中で、断ち切れないような工夫、むしろ、その人が、老健を利用することでですね、さらに地域でのその人を囲むネットワークが、活性化するような援助をしないといけないと、これが、専門家が介入して、地域での資源がですねディスパワーされるというね、力を失ってしまうというリスクは常に専門家の介入というのを持っているわけですけれども、むしろこれからは地域がエンパワーする力を持つような専門職の関わりをしないと、地域包括ケアシステムというのが2025年には立派なものができていると、どこの市長さんでもそういう夢物語はないわけで、コツコツとそういう一つ地元の足元の地域からですねこういうことをやっていかないといけない、一ケースやっていかないといけない、地域評価支援センターもこれ頭に置いて活動しているわけですけども、でこれは小規模だからできる、大規模だからできないということではないというふうに思ってまして、私どもこれを常に意識しながらやらないで、その中で、時代の追い風というのがありましてですね、社会保障制度改革の国民会議、要支援者を介護予防から切り離すということですね。これはお金の問題がありますからね、財務省が後押ししているわけですけども、地域をどう作っていくかということの中に、その地域の実情に応じて住民主体の取り組みを積極的に活用しながら柔軟かつ効率的にサービスを提供できるように受け皿を確保して、くださいというふうなことですね。要するに各市町村がその地域地域で、しっかり、住民の互助組織とかね、住民がお互いに助け合う活動とか、住民が作る NPO とかですね、そういうところをしっかり、育てて、地域をしっかり耕して、でそこの受け皿に、生活支援サービスとか予防サービス、予防支援のサービスも移行していってくださいと。介護保険は、要介護認定、全国一律要介護認定を受けた方に対して全国一律の料金で、提供するけども、要支援の方についてはもう各市町村でもう自由に設定して、そこの地域資源を活用したやり方をやってくださいと。ただし、効率的ということはね、
いわばあの安くやってくださいと、財務省は裏ではね、安くやってください、そうしないともう制度が持ちませんよ、いくら消費が上げても持ちませんよということを言ってるわけですけども、逆に地域の私たちはですね、地域の方の力を、老健施設の中にどう取り込めるかと、まあ、養子園で、毎日のようにボランティアに来てる S さんがですね、一番象徴的なんですけどね、養子園の方はボランティアだというぐらいに思ってですね、私ども通所とかね、この施設の運営をしていかないといけない時代になってくるだろうと言われてます。ですから戻りますけども、専門家が介入して施設を利用するということが、結果的にその人の囲んでたネットワークを崩すような支援になってたらダメですよと、これからもダメだし、逆に、その人がサービス、ここの施設のサービスを利用することでさらにこう地域が耕されてですね、ネットワークが充実してくるというふうな方向へサービスを持っていかないと、2025年には、そういう施設は滅んでしまいますよというふうな話です。以上です。